えますす塾の久保でございます、えー、まずはですね今週が変わりましたのでウィークリーを見ていただきますけども本日は6月27日月曜日朝5時になります、えー、週刊誌を見ていただくと分かるように、えー、ずっとね N の字を書いて N g ですよねよく出てくる形です強烈な上昇を見した後にこのなんかね2週間っていうのは2週間どころじゃないですね 2ヶ月ってのは上昇しかなかったわけですよね。そして、えー、このサンバガラスが起きた後、私はその後上昇するというふうに予告しました。そして N を書くというふうにお話ししましたけども、その通りになりましたよね。で、なんでサンバガラスの後に基本に立ち返らずに上昇すると思ったのかというと、常識ならね、基本ならこっちですからね。それは下髭の存在です。この髭の使い方私結構ね、うん、やっぱ上手ですよね。 <laughs> えー、そしてですね N 字を書いた後にこちらに大きな下ひげを出してつまりは上に行く力が強いってことなんですよその次今形成中のこの1週間は若干上ひげの方が強いですよねだから上昇の勢いが一瞬抑えられてきたようなそんな1週間になったんじゃないかなってことが振り返ることができますただこの後はやっぱりこの上昇の勢いっていうのはかなり激しいですからまだまだ上昇して136円を目指すものというふうに私は思っております 次、デイリーです先ほどの週足今ご覧いただいているデイリーが7回繰り返されると先ほどの週足になります当然ですけどねこういうふうにマルチタイムフレーム分析っていうのはそれぞれが独立してるんではなくって今見ている形が何回繰り返されたら先ほどの形になるのだろうかそしてこれからね4時間1時間見ていきますけども買い足が何個重なったら今見ている デイリーとかね時間軸になるかってことも頭に入れながらやっていくことが大事ですさあそれではねこれはエリオット波動に似た形っていう風にお話ししましたまずこちらの方に波動があってフラクタル図形で同じようにここに12345とできた後に調整波が入ってその後ここを越えていくような勢いが続くんではなかろうかという風に今までのこの波形で思えるわけですよね、まあ、ですんで 含み依存を抱えてしまうことがあるにしても、これはいずれは136円を超えて137円の方向に行くというふうに、この4時間では予測できるわけなんですよ。あくまで予測ですからね。あ、これ、すみません、1日足でしたね。1日足は予測できるわけなんですよ。あくまで予測ですけどもね。ただこの時点で考える予測っていうのは、週足では上昇。デイリーでも上昇っていうことです。変わりません。はい。じゃあ次は。 4時間です。この4時間が6回重なると先ほどの時間軸になるってことですよね。そしてこの4時間では、この上昇のチャンネルラインに戻ってきたよねってことですよ。弾き出してはみ出すことがあっても、結局戻ってきたよねってことなんですよね。で、ここに下火を出してしっかりと下を支えて上昇していく勢いが見えてくることになります。はい、ですんでね、これは今更なんですけども、後付けで言うならば、ここに ちょっと斜めに書けないんでね、すいません。線で書きましょうか。この細い線の内側に入った時に、倍をかませば利益が取れるし、こちらに入ってきた時にセルですれば利益が取れるしってことなんで、レンジオプションが引けたよねっていうのはな圧付けでできます。ただし、ここと、ここはロスカットっていうね、リスクがありますよってことなんですよ。でも全体的にはロスカットに入る局面っていうのは限られてるでしょだからやっぱりテクニカルっていうのは、 まあ、対外の場所で通用するってことなんですよ。で、これも右肩上がりですよね。この上昇波動がそのまんま上をブレイクしていってくれると楽なんですけども、そうなるかどうかはわかりません。で、1時間を見ていくと、はい、1時間ではですね、この横2本のレンジのチャンネルラインが、まず1つ目安になります。その次に、 ここにダブルトップが形成されたんで上昇が始まったよねってところが見て取れるわけなんですよこの2点に気づくことができればこれも右肩上がりでいずれここをぶち抜いていくっていうふうに見ることができます一旦ねセカンダリートレンドって言って上昇の中で下降が始まるポイントに入りましたけども今度ねこの下降が終わってセカンダリートレンドの中でも 上昇局面、いわゆるトレンドの方向に戻るっていうところが、ここで確認できたのではなかろうかと思います。ということでね、今週はまた倍で持っていって、135円を割らない限りは、ずーっと倍の方に持っていこうかと思います。これがもしね、ダブルボトムを描いたんだけども、もう一回135円を割って、134円の860とかね、635とかに行くようだったら、また考え方、戦略を変えなければなりませんけどもね。さあ、それでは、 ここからは FX オリガルヒの皆さんにプラスアルファでお届けしますけどもさらなる買い足の分析に入っていきましょう通常の放送は以上で終わりですありがとうございましたはい FX オリガルヒの方は追加でございます今回ね15分足を見ていこうかと思いますで15分足っていうのは私よく使うんですけども1時間を4等分したら15分足になるんですよね で、えー、とその上位足として1時間の上位足で4時間でいうのがあるじゃないですか4時間を4等分して1時間ですから1時間を4等分して15分このバランスが最も見やすいと思うんですよねで今15分を見ているんですけどもご覧のようにですねえっ、ー、とこちらに底を作ってそしてこちらの方にもう1個の底で2点底っていう風に私は捉えておりますこれね だからぴったり横一線になってないところがちょっとミソですけども、ちょっと右肩上がりのね、えー、二点底って形ですよね。正確に言うとちょっと右斜め上に上がってるでしょ。で、その次に、底を打ったのがここと、そして今作りかけてるのがここですよね。ということで、安値は順調に切り上げてるわけですよ。そうなると、おそらくこの図形が、 このようにね、徐々に徐々に上がっていくっていう風に見て取れるわけですよね。こっちの方はズドーンと下がった後、上昇したかなと思ったら、残念ながら落ちちゃってきますよね。うん、だからこういう風にね、急速に上げていく方よりも、徐々にこうやった似たようなね、三角形を描きながら、少しずつ上がっていく方の方が信用できるんですよ。これは以前もお話ししましたけども、どういう風に、 大きな資金小さな資金が入っていくかってことをちょっと考えて頂ければと思います分かりにくいでしたらまた別のね動画を作って解説しますのでちょっとお待ちくださいねで15分でもこういうふうに上昇して一つのポイントである135円の556を目指してるわけなんですよねこれがですんで、えー、135円の556を超えたら倍でエントリーするのはやばさが出ないんですがもうこのダブルボトムからエントリーされてる方もね もしかしたらいるかもしれませんしこれからエントリーしてもよろしいかと思いますよ土日を挟んだんでポジションはね基本的に残ってないと思いますけどもまあでもこういう風に今日月曜日動きをさらにね確認したら午前中のうちに倍で入るのはいい作戦だと思いますじゃあ今日は15分の分析を追加でお届けしましたそれではまた放送しますえー、はい、FX オリガルヒの皆様追加放送でございます今時間がね 9時38分なんでおおむね10時と考えてよろしいかと思いますけども今週のテーマはどうやらセカンダリートレンドになりそうですよね、えー、セカンダリートレンドっていうのはあ今ご覧いただいている、えー、これ4時間足なんですけども4時間足では右肩上がりをまだ崩してないんですよね、まあ、若干先頭のとこだけ見るとここだけ見るとねあなんか横ばいになってきそうな雰囲気は出してるんですけども一応チャンネルラインはまだ維持できているんで こんなな形になっていると考えられますセカンダリートレンドっていうのはこの大きなトレンドの中にこう下に下がってるね小さなトレンドが発生してるでしょこれもまあ言ってみればトレンドなんですけどもこういうところとかねこれがいつ終わるのかってことを見なければあなかなかね次の動きってのは見えないんですよ要するにトレンドの方向に戻っていく時期がいつなのかなってことですよというのが1時間をちょっと見てみますけども1時間見てみますとね 全体的には右肩上がりなんですよ。で、ここも右肩上がりに戻ったのかなとは思わせるところはあるんですけどもまだ全体的にですね右肩下がりとも言えるんですよこれこんな感じでね、えー、というのが今130円の900要するに135円を割らないようにこのローソク足が推移していけばまだしもなんですけどもこれがね135円いとも簡単に割っちゃったんですよね だから週が明けて割るってことはまだ売りの勢力があるってことなんですよと同時にちょっと注意していただきたいのがヒゲなんですけどもでかいヒゲが1本あるんですよねこれでこれによってあの貝が片付いちゃったのかもしれないんですよもしくは下に行く力の抵抗勢力なのかもしれないんですよ1本だけだと1本だけこの奇妙に長いのが出て,てるとちょっと分かりかねるんですよね、えー、というところでこのヒゲは私でもちょっと見分けが。 こんなんですあとセカンダリートレンドが終わっていないかもしれないんで終わっていなければね、えー、何も慌てて倍にポジション取る必要ないかなとそれこそ難ピンをするようになっちゃいますんで、ね、こういう時にねポジポジ病の人とか難ピンで損する人ってあの全体の流れがねあの右肩上がりだっていうんで右肩上がりに倍を入れちゃうんですよここででもセカンダリートレンドがやっぱ終わって上昇していくその 曲がり鼻で入った方がりででいいいた方じゃないですか今これがねまだ下がってる途中かもしれないんですよでそこでポジション取っちゃうと次に平均しておくなんか下げるためにまたポジション新しく下がったところで取るみたいなことでズブズブにはまっていくんですよ、まあ、ですのでここは月曜日でもあることですしそれからこのヒゲの意味を知る意味でももうちょっと予想見た方がいいかなと思ってますねえー、ということで、えー、今日はこんな感じですか動きがあればまた午後にでも放送します じゃあ、今週は多分セカンダリートレンドが終わるまでは、まだポジションが取れる状態にはないのかなと思っております。以上です。どうもこんにちは。速乾塾の久保です。今日の FX オリガルヒ、今日のまとめなんですが、ちょっとまとめにしちゃちょっと早いかもしれませんけどもね。まあでも、夜どういうふうに見ていけばいいのかも、お同時にお話ししていきますので、まあ、チャートの方をご覧いただきながら、ちょっと解説していきましょう。はい、えー。1時間の足を見ていただいております。今日のテーマはですね、 セカンダリートレンドというものですけども、このセカンダリートレンドが破られた時っていうのは、どういった特徴が出てくるのかってことをお話ししておきます。まず、セカンダリートレンドっていうのは、まずね、いろんな時間軸を見ると、右肩上がりであることは右肩上がりなんですね。えー、ただ、こちらを頂点として今ね、安値切り上げ、あ、切り下げですね。で、高値切り下げが始まってます。こんな感じですよね。こういう感じで、下の方に伸びてますね。 でここら辺で垂直にドカーンと落ちてしまっておりますでこれがセカンダリートレンドといって、えー、大きな右肩上がりの流れの中にこういった右肩下がりの流れができちゃうことなんですよねじゃあこれが終わるのはどんな時かっていうとお今ねちょうど出ているんですよこちらの方をポイントにして実はねこういうふうな感じで切り上がりつつあるんですよね で、こちらのラインを今抜けつつあるでしょこうそうすると全体的に見るとこういうふうな N の字のちょっと形がねなんとなく見えると思いますこういうふうに入っていってセカンダリートレンドがあってトレンドの方向に戻っていくというところなんでこの辺りで抜けてるなっていうふうに感じるわけなんですよただまだエントリーはしないでくださいね え、現在の値段が135円、行くか行かないかってところをうろうろしてます。先ほどまでこちらの方で135円を突破していたんですが、現在は135円割ってる状態ですよね。まあですので、うん、今あ、じっくりと待っていくところだと思います。で、おそらくこれからの形なんですが、トレンドの方向に戻っていくということはね、多分、こちらのチャンネルラインを、 書いていてくことが考えられるんです,よですんでこれがきちんと書いてねこっちの方に抜けていくことを確認してから入っても遅くないんですよそれが今日の夕方もしくは深夜明日の朝に来ていればもうこれはバイデントリーしてもいいかなっていうふうに判断しますただし今ね1時間足で見てますけどもこの幅がもうすでにね50ピップスぐらいあるんですよね だからちょっと気を許すと、エントリーのタイミングを失っちゃうんで、まあ張り付いて見ろとまで言いませんけどもね。えー、こっからの時間は、まあそうですね、1時間に1回見に来れたらいいなと思うんですけども、まあ2時間に1回ぐらい見に来て、もしね、上の方に伸びるようだったら、もうそれぞれのタイミングでエントリーするしかないですね。で、私の場合はまだエントリーはしません。私の場合はね、ちょっとロットが大きいんで、 十分上に大きく伸びるのを確認してから入っても全然あらり額は取れますんでね。だからロットが少ない方は結構ね、早く入んないといけないっていう風な気持ちになっちゃうかもしれませんけども。まあでもね、目先の勝ち負け本当にね、気にしないでください。今日いくら勝った、今日いくら負けたというよりも、一つずつ経験を積んで、あ、確かにテクニカルが生きてるなってことが確認できることが大事なんですよ。テクニカルが生きてることが分かるのはこれ一生使えますからね。 でも今日とか明日勝った金額ってのは長い FX 生活の中で本当にビビたるもんなんですよ、うん、だからねもう本当勝ちたい気持ちはわかるんですけどもまだ勉強中だということでね、えー、まだまだあの目先の勝ち負けではなくってあ分かったぞこういうことだったのかっていう気づきを積み上げてほしいと思います今回はセカンダリートレンドの終わり目っていうところの、ね、特徴の一つをお話ししました まだこれだけではないんですけどもとりあえずこのセカンダリトレンドを抜けて、えー、正常な右肩上がりが始まるんではなかろうかっていうふうなね、えー、ところを感じたんで動画にさせてもらいましたはい、えー、今回の解説はいかがだったでしょうか本当繰り返しますけども今日の勝ちとか明日の負けとかねこういうのにとらわれてしまってその印象ばかり強く持ってもしょうがないんですよだからなんで この読みが成り立つのかとかね。こういう時はどういったあ形で考えていけばいいのか。今回はセカンダリートレンドっていう言葉が出てきましたよね。だからセカンダリートレンドで見ると、あ、なるほどねっていうことになることが伝わればなと思います。で、先週は、あの、マルチタイム、マルチタイム分析ですよね。マルチタイムで。あの、通常はあ1週間、1日4時間、1時間って見るんですけども、逆に1日から15分、1日から5分、1日から1分みたいなことを見て、 買い足を見ながら、現状を確認するってことをお話し,しました。一回や二回では、なかなか分かりにくいと思いますし、シチュエーションによってはですね、こう、組み合わせていくこともありますんで、まあ、まずね、手慣らしということで、先週、今週と、ちょっと頭の隅に入れておいていただければと思います。で、今回で頭に入らなくても、これはしょうがないですから。こういったのを繰り返していくことによって、またね、しばらくしたら、私、セカンドリートレンドの話、またすると思いますし、またあの、マルシタイム、 フレーム分析の話をまたすると思いますんで、その時に繰り返し繰り返し、ああ、こういうことだったんだっていうふうに刷り込めていければ同じでございます、うん。本当にね、すぐに理解することはできませんのでね、それぞれシチュエーションが違いますんで、そこは焦らなくて結構です。ただし、やっぱりね、放置せずに予習とか復習とか Q&A は日々やる時間を作ってほしいなと思います。なんせ今回ね、FX を攻略するためにこのオリガルに参加してるわけですから、これをやらずして攻略はないわけですよ。 はい、これからもテクニカルのことをしっかりとお伝えしていきますのでよろしくお願いします。ちょっとね、多少口が真んなくなってきましたね。すいません。では、失礼します。